大正8年、1919年、11月15日に、脇方鉱山の鉄鉱石輸送のため京極軽便線が開通、後に胆振縦貫鉄道と京極線が合わさり胆振線となった。1960年、昭和35年、10月1日、北岡駅が、開業。西岸駅で、一面一線の防線駅だった。1981年度、昭和56年度の1日あたり乗降客数は8人。1986年、昭和61年、11月1日、胆振線の全線廃止に伴い廃駅となった。はい、それではですね、鑑別駅、後を出発しまして、次が北岡駅という駅になります。で、次の北岡駅はですね、ちょっと国道から離れるんですよね。国道から離れて農村のど真ん中にあるような、まあ、今もし残っていたとしたら秘境駅に間違いなく分類されるであろう駅ですね。で、国道に戻らないで、直進して左折した方がなんか近いと、ナビが言っているので、そのように走行していきたいと思います。まあ、なかなか普段ですね、北海道ドライブだとかやってたのも、こういう道路を通ることって、まあ、めったにないと思うんですよね。まあ、普段行かないようなですね、道を通る。まあ、これも、私の動画、この撮影の醍醐味ではないかなと思います。次の北岡駅はですね、1960年開業で1981年の時点で1日の利用客数は8人とウィキペディアには書いてありました。そして今でも待合室が物置として利用されているという、そういう記載がありました。果たして現状はどうなっているのでしょうか。それは行ってみなければ分かりません。それにしてもこの羊蹄山の存在感がものすごいことになっていますね。ナビ上はですね、もうすぐ進んで次の交差点あたりを左に曲がるということになっています。道路改良工事を行っていましたよ。工事中のようです。まあ、確かに舗装はですね、ガッタガタですね。これは確かに改良が必要です。こんな道路を、ね、通る観光客ってのはあんまりいないと思いますね。行きは道路が大きくえぐられていて、あの中に落ちたら一巻の終わりですね。はい、それではここを左折ということになります。ここなんでしょうかね。北海道道478本、くっちゃん京極線と書かれていますので、まあ、くっちゃんと京極を結ぶ道ということで、かなり交通量が多いですね。立派な幹線道路です。まるで国道のようです。で、この国道のような道道をしばらく進んで、また川を越えた先ぐらいのところに目指す北岡駅があります。まあ、僕も北海道にへの居住期間はかなり長いんですけれども、このシリーズ、駅現地調査シリーズをやらなければわからなかったことというのが多くあります。まあ、楽しいですよね、本当にね。やっていて楽しいと思いますし、それを皆さんにまた見てもらえるとさらに楽しいと。 YouTube の撮影をしている時っていうのはね、一番なんか生きてるなっていう実感が湧きますね。で、ここ左折です。またここになんか随分朱色の
朱色が激しく主張している橋があります。胆振線北岡駅、あとは、もうすぐ進んだところです。駅周辺が無人地帯では、ないようです。これはいかにもね、踏切跡っていう感じですね。ここに車を、待ってよ、これ右折した方がいいかな。右折した方が良さそうですね。私が今走ってるあたりは線路跡だと思います。はい、それではここに車を止めて現地調査の方を行っていきましょう。はい、旧国鉄胆振線北岡駅跡にやってきました。まあ、この辺りはもう誰が見てもわかる踏切の跡ですね。そしてここに線路があったと。そしてこっち側にずっとですね、線路が走っていたということがわかります。NRC と書かれた建物がありまして、その奥にですね、あるあの小屋が待合室なんでしょうか。ちょっとこっから先は畑なので立ち入ることはできませんが、4K にして撮影していきましょう。はい、あの中央にあるですね、建物。あれが、北岡駅の待合室ということで良さそうです。今はおそらくは隣に立っている家の物置として使われているんだろうと思います。NRC というのはですね、ここに書いてあります。ニセコラフティングクラブという、まあそういう、リゾート的な、おそらくはお船に乗って川下りをするであろう、そういう施設の方々。それでは次、はい、それでは次行きましょう。